ボンジュールごきげんよう、羊の演劇ブーブーチューバーヤギメイコです。寒くなってきましたね。私はママンが作ってくれた長袖とマフラーのおかげであったかくぬくぬくしてます。こんな寒い中なんですけど、今年ってお祭り行きましたか？軒並みね、このご時世でね、お祭りが中止になって、今年初のお祭り行ってきたんですよ。11月に毎年行われる鳥の市です。鳥の市って11月の鳥の日に行われるお祭りなので、年によって2日間だったり3日間だったり違うらしいんですよね。で、今年3日間あるらしいっていうのを聞きまして、ちょうど行く機会があったので、ちょっとその辺のお話ができたらなと思います。今年は場所によってその屋台があったりなかったりだそうです。なんでも新宿とかはね、食べ物一切なしで熊でしか売ってませんみたいな感じで、浅草とか目黒とかはもう食べ物もありますよ、屋台もありますよっていうので、ちょっと十分に気をつけながら行ってみました。浅草の鳥の市何度か行ったんですけれど、もうでっかい五差路とかがあって、その五差路全部にね屋台があったりするんですよ。ところが今回行ってみたらね、そこのもう一差路じゃないな、一つの道しかね屋台がないので、結構ね数は制限されてましたね。でね、割とねこう今までみっちりあったお店も少し間引いているとはいえ、やっぱり人出は多かったですね。で、私が行ったのが最終日だったっていうのもあるのかもしれないけど、熊手も割と落ち着いてて、それでも買ってらっしゃる方がいたら、もうお店の人がみんなで盛大にコールって言うとあれだな、なんかちょっとホストクラブっぽいな、なんか337拍子的のね、なんかお囃子みたいなのをね言ってて、すごく賑やかな感じがありました。あと公園ではなんかジャズバンドさんみたいな方の演奏があったりとか、割とねのんびりしたお祭りだったように思えます。ラインナップもやっぱ屋台の数が減ってるから若干少なめでしたね。なんか鍋物が少なかったように思います。その辺は結構皆さんね気を使われていたのかなって思います。私まず食べたかった、どうしても食べたかったの、イカゲソ。もうこれはね最初に見つけてすぐ食べました。おー、なんでねイカの足ってあんなに美味しいんだろうね。足大好き。これがなんか全身っていうか丸ごとだと700円で、半身だと400円で、イカゲソだと300円なんですよ。で、半身になった時ってね、あの三角の部分どうするのかなと思ったらついてた、三角に。残りの半分どこ行っちゃったんだろうね。あと何個か見かけたのがね、ジャガバタですね。やっぱジャガバタ人気なんだね。で、ここのジャガバタさんのね見出し、これコロコロ可愛いなんだけど、私すっごい横島なことに、もう遠くから見たらエロエロ可愛いだと思って、もうこれがねなんかすごいツボに入っちゃって、コロコロだよみたいな。それでまた今年を象徴してたことに、鬼滅の刃をね表に出してるお店が多かったです。あのくじ引きとかね、鬼滅の刃グッズみたいなのが出るのはわかるんだけど、あとなんかベビーカステラの袋が鬼滅の刃のイラストだったり、私がめっちゃ笑ったのがこれ、フリフリポテトって、なんやポテトとね鬼滅の刃のね関連性がちょっとわからないんだけど、ポテトの呼吸1の方はやりすぎじゃないのかなって思いながら見てました。ポテトの呼吸ってなんだよ、どんなんだよ。あ、それでもねさっきも言ったんですけど、ちょっと食べ物のねラインナップが偏ってるのかなと思いましたね。定番のじゃがバタとかたこ焼きとか焼きそばはもちろんあるんだけど、チャプチェとかチヂミとかシャーピン、タイラーメン、トッポギとか、ちょっと割とねアジアン系な食べ物もすごく多かったです。あと私絶対買って帰るのがキリサンショウなんですね。もうこれね、牛皮、雪見大福の外側とか好きな人は絶対好き。素甘なのかなこれ、みたいな感じでほのかに山椒の味付けがついてて、これねただすっごく硬くなってしまうので、もう本当に翌日までには食べないといけないって感じなんですよ。もうこの切り山椒食べれるのは本当に年に一度なので、縁起物だしね食べておいてよかったです。
というわけで今回は鳥の市に行ってきました。またね、のんびりお出かけとかいっぱいしていきたいなと思います。ではでは、ありがとうございました。